ファイナルスタイルメンズエステの最終形。ヤナオシ9チャンネル。山田でございます、えー。ここからは本音の話でございますな。ね、うん、あんまりね、あの他のお店のこと興味なくて、あのどんな状況かとかも全然知らないし、えー、気づいたら新しい名前ができていたりとか。 えー、でいやツーラピスさんとか,からに聞いたらねいや前からありましたよみたいなこともあるんですよこの宇都宮エリアでもね。ななのででそれは僕いけないところでね自分 と自分ののお店のことととししか興味なないという、ねあのー、経営者として失格なんですけどもただまあこの宇都宮ものはまあ調べてみたら20か30か同じような免税制がいっぱいあって人口に対してちょっと多いんじゃないのっていうふうにも思うしその中のいくつかはいくつかか半分か7割か9割かは違法なこと平気でしてるようなお店もあるわけでしょ。 いやわかんないですよ知らないから興味あ興味ないって言ったら申し訳ないんだけど興味ないから自分のとこだけとにかくちゃんと、えー、ルール守ってやれさえすればいいわっていうような姿勢だったのであんまり知らなかったんですけどあのあるわけでしょその中で運営大変じゃないですかねあのセラピストさんしっかり、えー、集まってきてますかっていうかね宇都宮はねあの うちが一番セラピストさんがなぜか集まりうちが一番正しい一番って言ったらいけないね正しいことやって一番安心できるお店、えー、だと思うんですよこれだけメディアで、えー、宣伝してるんだからだけどやっぱりコネがないのか何なのか厳しそうなのかもっと緩くやりたいのか本当は抜きをやりたいセラピストさんが多いのかわからないけども,もう他のお店さんの方が、ね、人が多い,多いんじゃないかなと思うお店もありますよねあるただ、えー、少ないお店とかもあるでしょうし えー、苦労してるでしょ、やっぱり。えー、やっぱ数年前と比べたら面接運営すごく大変になっており、えー、大変な思いをしている経営者さんいらっしゃると思うんですね。で、このファイナルスタイルグループでね、えー、ちょっと力を合わせて、えー、やりたいっていう経営者さん、もしいたらね、あの近所でも、えー、力を合わせてやっていくことができるかもしれない。えー、ので お、えー、お問いい合わせいただければと思っております、えー、もうファイナルスタイルグループのうー、まあ、宇都宮店としてね、えー、やっていきますのであのまあもちろん屋号はねあのアロマプリエルという愛着のあるねたくさんの方に今1,500人ぐらいの会員様がいるんですけど1,500人ぐらいの会員様から愛された、えー、お名前をね、えー、どうするかどうかっていう問題はありますが。 名前残しししててももいいし変えてもいいし、えー、別にそのフランチャイズシステムでねこういう看板でっていうことでもないのであのそれは大丈夫なんですけどとか違法なことやってるけど、えー、本当はそれでいいのかなと思ってる経営者とかいるもしいたらねあのお話しさせていただきますのであのぜひ協力してね近所であってもうーん戦っていきたいなっていう気持ちがあります。で、でまあでも あのそんなに、えー、同じエリアでね、えー、何店舗もあってもっていう考えもありますけれども、まあ、というよりは、えー、真面目にメンズエステの将来性を考えてる経営者がどれだけいるかっていうところでね例えば25とか30あったとしても、まあ、一握りぐらいにしか思えないんですけどねはなあの聞く話によると。ただ、えー、そういうしっかり運営していきたい。 まだ、ね、未来を考えて運営していきたいという経営者さんがいるのであればぜひ力を合わせて、えー、ファイナルスタイルグループとして、えー、やっていきたいと思ってますので、えー、遠慮なくお問い合わせしていただければと思いますただあの違法なことをしていきたいとか違法なことを、うん、目をつぶって、えー、とりあえず儲かるからいいや とかね、えー、そういうような考え方それも一つの考え方だと思,思ってるんですよ僕はやらないけど、うん、でそれをやっていくと免税性に将来性がないから、えー、やらないですけどそういう考え持ってる方はとは手を組みませんけどねもちろんもちろんだって違法じゃないお店で働きたいセラピストさん集めるような仕組みですから、うん、正しいことをやってる、えー、安心して働ける、えー、ようなお店 でで働きたいセラピストさんを集める仕組みですからあのそういう方たちとは縁はしませんけれどももし興味がある方え小さいお店でも結構ですね、えー、ある方ぜひね、あのー、お問い合わせいただければと思います北関東エリアねだったら結構会えますしね、えー、群馬茨城、えー、栃木 えー、エリアでもしそういういい心のある方がいいたら、まあ、僕は結構近所の店長さんとかには嫌われてると思うのでなん,なんとなく連絡してくる方いないかもしれないですけど僕はウェルカムだと思ってますので、あのー、ただ正しいやり方でやっていくことになりますけどねそれは。その代わり求人が集まって安心して、えー、しつこいようですけど、えー、セラピストさんが働けると。 セラピストさんの質が良くなりますから、ね、お客様に喜んでいただくいただける、ね、でお客様に喜んでいただけるお店イコール、まあ、しっかりと売り上げも立つお店というような考え方でございますので、えー、興味がある方はお声掛けしていただければと思います。でちょっとまだ時間あるのでね裏話させていただきますけども計算してないですけども、えー、1,400人会1,500人ぐらいになったのかなの会員様の中のやっぱり。 1>, 1割ぐらいは出禁です出禁のいや1割以上ですねあの200人ぐらいは出禁の方がいるのでねで出禁っていうのはこういう客商売でそういう言い方してもいい,い,いとも思ってないしあの ね、あのちょっと客商売としてどうなのっていう意見もまたで出てきそうですけれどもあのそれぐらいな感じでございますが今ふと思ったんですけどね一応2割ぐらいできることいいんじゃねえのみたいな2割はいないですけどね200名様ぐらいなのであれですけどもそれぐらいな感じでやってますけれども、えー、運営は一応はできてるとで厳しいですよ厳しい、まあ、あの正直なところあの本当1年目2年目の 売上とは全然違いますけれども、えー、品質は上がっていてもですよこれが、うん、1年目2年目なんか品質もクソもないような状態でもありましたからねもちろんだって僕が品質高く、うん、教えるのも新人さんだったから教えられなかったしだ今の方が品質が高かったとしても、あのー、売上とかお客様の入りとかっていうのは当時と比べたらあれですけれどもそれぐらい徹底してやってもそれなりに、あのー、運営はできるぐらいに。 なってますのであの皆さんもね違法なことやっていつ警,、まあ、警察来ないですけど来ないっていうのはな,んかなかなか難しいんでしょうね摘発するのもだから、まあ、あのほっっったらかしかしよよてて思,思ってますよだけどあのでもいつ警察作るか分かんないないつ潰れるか分かんないな違法なことでってでセラフィスさんヒーヒー言っててど <laughs>、ね、そういうお店を運営してる方とかいらっしゃったらねあの是非正しい方向で堂々と、えー、手を組んで。 えやっていけばあのー、心も満たされるしね、うん、不安とかもないしセラピストさんからも愛されるまあ愛されてるかわかんないけどね僕がね、うん、でも喜んで働いてくださってますよプリエールでよかったって。うん まあ去っていって別の店行った子もいるかもしれないけどねあんま興味ないから知らないんですけれども、うん、まあそういうような感じでねあの近所の方もし、まあ、福島エリアでも、えー、埼玉エリアでもいいですけども、えー、近い方なんかから、えー、ファイナルスタイルを広めていければなと思ってますし自分一人じゃ力不足で業界を変えることなんかできないけれども、えー、たくさんの心のある方たちと力を合わせれば えー、業界を変えていくことができるんじゃないかとも思っておりますので、えー、ぜひ未来を、えー、考えている方未来意志のある方かっこいい言い方するとね未来意志のある経営者さんなんかは、えー、連絡していただければ、えー、お話はさせていただきます。